武装した人はルネサンス期のフランス語による作者不詳の世俗音楽である。北、フランスやブルゴーニュ、フランドルのいずれかの民謡とも言われる。専門的には言語に即してロムアルメと呼ばれることが多いが、日本語では直訳調の武装した人の他に戦士、軍人という訳語が使われることもある。武装した人はルネサンス期の作曲家が ミサ曲を作曲するときに低戦率として使用したため、曲の古さの割には今日でも比較的広く知られている。武装した人は世俗音楽の中でおそらく最も頻繁に低戦率に採用された歌であろうと考えられ、現在40以上の使用例が知られている。初期のルネサンス期の大作曲家は少なくとも一度はこの旋律に基づいて作曲をしており、 この慣習は17世紀の仮締めの時代まで続くこととなる。しかしながら、武装した人によるミサ曲の真の前世紀は1450年から1500年頃までであり、16世紀後半になるとロム・アルメ・ミサの作曲は保守的な境界を音楽によって過労死て受け継がれたに過ぎなかった。武装した人の現存する最古の要霊は、 ロバート・モートンの1463年頃の作とされるシャンソン集イル・セラ・ポア・ブ・コンバ・トゥ・ー・ルオム・アーメであると考えられている。その以前の作と考えられるものとして、作曲者と作曲時期が不詳のメロン・シャンスリー出展の三世紀の曲がある。1523年、ピエトロ・アーロンは論文サスコネイロにおいて、 作風の一致などからこの旋律がアントワーヌ・ビューノアの作であると指摘している。ただ、それ以外にはこの説を裏付ける根拠はなく、さらにこの論文が書かれたのも最初の要例から70年近くも経っていた。リチャード・タラスキンは、ビューノアがこの旋律によるミサ曲を書いた初めての人だと主張するが、これは否定的に見られており、多くの学者は、それよりも前のギオーム・デュファイが、 初めて武装した人によるミサ曲を書いたと考えている。この旋律は特に対位法的な扱いをするのに適している。フレーズの輪郭がはっきりしており、またカノンを作るのにも適した構造をしている。また、対位法的な楽曲においても旋律線が非常に聞き取りやすいという特徴がある。パレストリーナもいくつかのロムアルメミサを作曲しているが、 この他に代表作の強行マルチェルスのミサ曲の旋律主題は、いきなり完全4度で跳躍してから順次、加工するという始まり方において、武装した人の曲奏と類似することが指摘されている。この歌の人気の理由と、武装した人の重要性は、多くの議論の的となる。武装した人とは、大天使ミカエルを示しているとする説のほか、 デュファイの家の近くの居酒屋の名前だと主張する者や、十字軍へ向けて武装していることを表しているという説。最後のブルゴーニュ号シャルルト進行の暗誘であるなどの説がある。覚えておくと良いのは、この歌の発生時期は、オスマン帝国の侵略によって、コンスタンティノープルが陥落した時期と、ほぼ一致するということである。この事件は、ヨーロッパに大きな衝撃を与え、 例えば先にデュファイはこの事件についてのラメントを作曲している。その他、三つの説はすべて正しいと考えることもできる。当時破竹の勢いを見せていたオスマン帝国に抵抗しうる軍隊を組織しようとする切迫した気持ちからこの戦術が人気になったのだと考えることもできよう。非常に歌いやすいことから多くの作曲家の主題素材になっている。 新旧問わず様々な作曲家によるオルガンのための作品が多いが、中にはフレデリック・ジェフスキーのそなたのようにピアノ独奏のために使われることもある。ありがとうございます。